まあとりあえずこんな感じですね。なんでもう一回やったのか分かんない。はい、皆さんこんにちは。車の大事件カカシノピーです。突然なんですがこちら何に使うものか分かりますか？同じやつが4つあります。一回近くで見ますか。こちらです。こんな感じの形、こうローラーになってます。ちなみに僕も使ったことはありませんけど、どういうものなのかっていうのは分かっております。なので使ってみよう。皆さんこんな経験はございませんか？よし、洗車していくか。なんだよ、これはちょっと大げさだけど、タイヤにホースが引っかかることありますよね。これを回避するには洗い流したいところまで行けるぐらい出して、根元をこう持ちながらホースを下げながらやっていくと。でこういう風にやってても引っかかることがあるんですよ。まあ引っかかんないように皆さん注意してると思いますよ。けどよくあるパターンね、これをこうやってもう外に行って、またここでまた引っかかる。あ、こういう人ねたまにいるんですよ。これめちゃめちゃ危険。これやってる人ならわかると思いますが、こうやった時にホースが上に上がって車にバンってこう当たる時があるんですよ。それで傷ついたり自分の心が痛んだりねするんですよ。でそんな時に使うのが先ほどのローラー。このようにホースが引っかかるじゃないですか。でこのタイヤのところにローラーをはめ込むと。よいしょ、これだけですね。でしっかり奥まではめ込んで、あとはホースを引っ張るとこのローラーが回ってこうカラ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 っと来てくれるということですね。これがこのローラーの役割。そしたら前2つにローラーをつけました。でこのまま引っ張る。こう引っかからずにスル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 っと来てくれます。でいいなと今思ったのがここの角度だね。ここにまあ返しみたいなのがついてるんですよ。なのでホースが上に上がった時もしっかりこう押さえ込んでくれる。これ以上上にパコンっていかないようになっている。これがねいいなと思いました。でこのローラーはベアリングとかがついてるようなローラーじゃないので、こんな感じですね。チーンっていう感じではないです、うん、で1回使う前にローラーがちょっと回らなかったんですよ。これであれおかしいなと、これじゃ使えないじゃんと思ったんだけども、この裏にネジがあります。これを緩めたら回るようになりました。今これ全然動きません。ここまでは硬くなかったんだけど、もうちょい締まってたから、うん、いいや、まあとりあえずネジを緩めれば回るようになりますといった感じですね。あと今使って思った注意点があります。ホースが今この右側にあるじゃないですか。その状態でここのローラーこっちに引っ張りますよね。そうするとこっちにこう圧がかかるんです。こうなった時クッってなっても上のこの出っ張りでこう引っかかってくれるんですよ、タイヤに。だからまだいいんだけど、反対側ね、今ちょっと緩めにこう置いてます。反対側はこっちにホースを引っ張るってなった時にずれるケースがある。なのでしっかり入れてあげる。ここにもねちょっとしたポッチがついてるんですよ。これでタイヤにねしっかり噛んでくれるので、しっかりめに入れてあげる。そうすることでずれなくなるんです。結構ね思いっきりやんないとこうバコンってこうずれないから大丈夫なんだろうけど、もしかしたらずれるケースがあるかもしれないということですね。はい、そしたら全部の箇所に設置しました。そうすることによって反対側やるときもスムーズに反対側もいけると。だからホースもこんな長く出さなくても良くなるね。あ、もうあまりない状態で引っ張って、やっぱり稀にね外れることがあるね。この先ほど説明した通りホースに対してこの手前側はいいんですよ。奥が外れることがある。これなんかいい方法ないかな。ちょっと待って、コーナーよりいいの思いついたわ。さっきまでここにやってたんですよ。でこっちから引っ張られることに対してこれパコンってなっちゃいますって言ってたんだけど、この奥側は真ん中にすることによって、ほらマジ強え、これ真ん中の方がいいやん。はい、そしたら先ほどのこのローラーを角から真ん中に変えました。4つとも真ん中にしました。左前と右後ろはさっきのコーナーでもこっちに引っ張られる分にはこのタイヤが引っかかってくるのでこれでも良かったんだけど、まあ、ちょっと1回全部真ん中でやってみます。で
フォースは出さずに横着する人、このままこう引っ張ってぐるっと一周してみます。これはもう普通に最初から出しておくよりかはローラーに力が加わるので、これでも外れなかったら結構すごいです。でこのホースもね、太い方なんですよ。みんなどういうホース使ってるかわからないけど、中にはこれの半分ぐらいのホースもあったりするので、こういうのだったら多分ね全然問題ないと思う。ホースに水が入ってるからやっぱ重くなっちゃうんですよね。そしたら横着バージョンでやってみます。いけんのかな。あ、くる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 、なんかガラガラっつった、なんか当たった、大丈夫、待って、外れてる、お、外れてない、あ、大丈夫じゃん。どこでガラガラなってたの。と問題発生だな。3点はいけないんだ。2点がギリだな。全然ずれずにいけたんですが、もう3点目、ここじゃ意味ないねやっぱり。ってなるとこっちになるのか。こっちだったらこっちの圧だから問題ないんだよね。前は引っかかってない。前引っかかってると思いきやギリ回避してます。まだ引っ張れる、全然引っ張れます。なるほどね。だからホースの引っ張る方向によってはこの真ん中に入れた方が安定しそうですね。こっちだと僕やった感じ、まあ2回ぐらい強めにっていうか、まあ、わざと力を入れて引っ張るとクロンってこうなることがあったので、頻繁にこの外れちゃう人は真ん中の方がいいかもしれないけど、まあここまでね引っ張ってこれたら前もね後ろも全部カバーできるので十分なんじゃないかな。どうなんだろう。これ横着してるように見えるけど、変にこれをまあ持ち上げようとしてこうパコンってこう当たったりするんだったら、もうこう常に下にある状態でこのローラーを駆使してこうガラガラやってあげた方がいいんではないですかね。私はそんな気がする。こんな一周する人いないか。まあとりあえずこんな感じですね。終わったらしっかり回収してあげてください。よいしょ。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらホースガードローラーを使ってみました。動画を見ていればわかると思いますが、タイヤにホースが引っかからないようにコーナーにつけるローラーですね。僕ねカーシャンプーとかコーティング剤とかも好きなんだけど、ホースノズル、高圧洗浄機とスポンジ、ムートングローブとかケミカルじゃない洗車用品っていうのも結構好きなので、非常に面白いなと思いました。注意点で言うと、ブロンってこうなっちゃう場合は真ん中に刺してあげるのがいいのかな。あとこのローラーが回りにくい場合はこのネジを緩める、それぐらいかな。とりあえず日々洗車でホースが引っかかって気になるっていう方、これワンセットあればストレスもなくなると思うし、より効率的に洗車もできるのかなとは思います。デメリットとしては外れた時ね、直しに行くのは一つ手間、あとこれを差し込むっていうね手間あるけど、ホースが引っかかっていちいちこうあービュンビュンとかやったりしてバコンってなるよりかは全然いいと思います。なのでまあ気になる方ぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。